はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお話ししてまいりましょう。本日2月の27日火曜日、19時31分でございます。残業だったけど、ちょうどスーパーの半額の時間帯にピタ、半額のシールね、貼ってくれる時間帯にピタし合うなと思って、スーパーでね、半額のお寿司買ってきました。それでは早速開けてみたいと思います。おーって、嘘でしょ。これ全部で700円ぐらいのもんだからね。あ、落としちゃった。それでは今日も扱いいただきます。 SSSSS あーだれ、はあ、なんかさっき扱いのみ出したら本当扱いがさあったかくてなんかいいなみたいな。ハイボールなんかここのとこ飲んでないの本当ね。だってさ、家でハイボール飲んでてもさ、あの外で飲むコーヒーとかお茶とか全部ホットだからね。まだ家でハイボール飲むんだけど、水を飲む時でもさえお湯を入れ足して、冷たい水にお湯を足して飲む。だけど家では氷を入れたハイボールを飲んでたって。まだでもなんかちょっとここのとこ熱燗ばっかり飲んでます。熱燗だとね、ちょっとゲップの出が悪いんだよね。いいんですよ、ゲップがメインじゃないですから、うちの YouTube。 今日はね、もうスーパーで半額の寿司ですよ。あの、あれの松屋のさ、新発売のハンバーグのコメントとか、あ、見て、あ、どうしようかな、どうしようかなといろいろ悩んでたんだけど、いただきます。立派でしょ、これ。スーパーマーケットのサバ寿司にしたら立派だと思わない？これね、いただきます。抜群にうまい。サバ寿司おいしい。うん、これスーパーとかのこのサバ寿司、あ、米出ちゃった。サバ寿司ってあれかね、これ冷凍してあるのかね、サバ。若干アニサキス大丈夫かなみたいな。うん、うまい。あ、そうだった。あ、また忘れてたな。でもさ、まあいいや、まあいいことないから、さっき言い出したんだから言わなきゃね。そっくは、あのさ、長渕剛のさ、純恋歌をさ、好きです、好きです、心からを、寿司です、寿司です、心からって歌おうと思ってたの忘れてた。まあいいや、はい、いただきます。うん、ああうめ、サバ寿司ね。あ、なんかさ、シール貼る
時間帯に、まあ、スーパー開けたんだけどさ、スーパーにこう、惣菜コーナーがあってさ、店員さんがハガキシール貼ってくれるのよ。で、あの、二人の店員さんが、二人だね。だいたい、いつも二人、店員さんが出てきてシールを貼るんだけど、一人の店員さんはさ、普通のね、あの、お弁当とかさ、マークの好きなチキンステーキとかさ、ああいう加熱してあるものから貼ってくる。もう一人の人はお寿司のコーナーから貼ってくる。今日はあのお寿司の方に行ったんだけど、そしたらもうその人のね、周りにも人だかりができるのよ。シール貼ってくれてる人の周りに。お寿司の方に行くとさ、もう惣菜とかさ、チキンステーキとか取れない。何が痛いんだろうね、マー君。なんか今自分で喋ってると何が痛いんだろう、俺。何が痛いんだろう、私は。いや、そう、だからさ、あれなのよ。お寿司さ、半額シール貼られてて、お寿司食べたいなと思って、お寿司の方を、の人の方の近くにいると、ね、チキンステーキとか取れないってことだから痛かったんだよ。大丈夫か今日。ああ、おいしい。おいしい。手巻き寿司食べた。松屋の新しいハンバーグ食べてくださいと。あれ、松屋のハンバーグなんで盛り上がってんだろうね。よくわかんない。納豆巻きでございます。納豆巻きね。醤油どこに置くよ。おー、大丈夫。ちょっとこれ醤油皿に使いたいと。なんかこれ、こういう蓋をね、醤油皿に使うとかっていうね、あの、女の人に嫌われるらしいよ、こういうの。こういう、こうね、醤油皿に使うと気にしませんからね、私は。本当、いただきます。うん、うん、おいしいけど、納豆巻きは、セブンイレブンの納豆巻きが一番おいしいわけだから。だからセブンイレブンのあの納豆巻きに混ざる納豆巻きを食べたことがないよ。セブンイレブンのさ、その手巻き寿司あるじゃん、納豆巻き。俺、小腹空いた時たまに食べるの。いくら食べよう、いくらね。こういうね、スーパーのね、こういう手巻き寿司ね、一口で食べなきゃダメなのよ。こうやってさ、具がこういっぱいいっぱい入ってますみたいにこう乗ってるじゃん。先っぽにしか入ってないから、尻尾の方は何も入ってない。米だけなの。だから一口で食べた方が
全体的なバランス。うん、おいしいな。いやー、すごいね。毎日毎日変わり映えのないね。ああ、そうだ、今日これさ、あの話だと思う。今日マーク言われたのよ、人から。なんかこう、朝ごはんをさ、YouTube のコミュニティにあげてるじゃん。それ朝ごはんがダメだと。あれじゃあね、見てる人は楽しくない、飽きられるみたいなこと言われたんだ。同じようなメニューだった。だからもっとバリエーション豊かにした方がいいんじゃないかみたいな。これやつ本当ね、たまに思うのよ。たまにね、あのそういう温度差、あの朝ごはんはね、 YouTube でみんなに見てくれることはありがたいんだけど、なんつうの、 YouTube のための朝ごはんじゃないんだよ。あの朝ごはんはマー君が食べるための朝ごはんなのよ。私のための朝ごはんなのよ。それをなんつうの、それをマー君のための朝ごはんを載せてるだけなのよ。YouTube は関係ないっちゃ関係ないのよ、あれ。まあ、これもそうなんだけど、今日スーパーでこれ半額だったけど、これ多分 YouTube やってなくてもこれを買ってんの、まあ、買って食べてんのよ、マークは。それをたまたま YouTube にしてるっていうだけなことなの。なんかさ、なんかそこにすごい温度差を感じたな。なんか YouTube なんだから楽しいことやれ、YouTube なんだからこういうことやれみたいなさ、人が結構いてさ、なんかそこにすごい温度差を感じる。うん、食べてるものを YouTube にしてるだけなんだよ、なんだ、うちは。いただきます。うん、スーパーバリューの惣菜うまいな。あ、スーパーの惣菜ですからね。お、高級なお店で食べてる人たちにはわからないだろうけど、美味しいのは美味しいな。どうしたんだろうな。最近日本酒を飲むとむせるようになった。年かね。
シーチキン。うん。始まる。ありがとう。ごちそうさまでした。皆さんまた。お会いしましょう。さあ。